今日もどこかで DIC。 嫌だな。嫌がってる中学生だ。どうしたの？私冷めてるねって言われるの。これをご覧。何それ？これはね、近赤外線コントロール黒顔料。黒いのに熱くなりにくい顔料なの。冷めてるからこそできることが世界にはいっぱいあるのでは。近赤外線をコントロールして熱の吸収を抑える。 DIC には未来を変える遮熱の技術があります。 DIC。 私は気づいた。気づいてしまった。私たちの毎日はこんな未来を作りたいと願った。かつての誰かの夢でできている。私の夢もいつか誰かを笑顔にできますように。科学を超えろ DIC。 お願いします。お願いします。うん、熱くならない。こちらも黒顔料編のコンテ、はい、そして姉さん、あれ めっちゃいいと思いました。今日は久しぶりに DIC 岡里帆に扮装して撮影したんですけど、もう本当にチームが心強いといいますか、もう皆さんの技術が本当に素晴らしくて、私は安心して身を委ねて撮影することができました。今日も監督の演出が本当にユーモアたっぷりで、笑いの絶えない撮影になったかなと思います。いやすごいですよ。もうびっくりしました。初めてなんですけど、普通の自然な植物とこの映像が本当に融合してると言いますか、全然映像で見ると何の遜色もないというとあれですけど、なんかちょっと私も騙されちゃったと言いますか、あれ外かなみたいな感覚になるぐらいリアリティがあって、こんな技術がもうあるんだなと感慨深い気持ちです。 DIC らしい本当にこう進歩した技術を感じるような撮影セットだと思うので、そこも内容と合わせて楽しんでいただきたいです。そうですね、本当に30歳迎えるっていう節目の年に、こうやって DIC のお仕事を続けさせていただけるのが本当に嬉しくて、
長い間 CM させていただいて、まあ、いろんな大自然に行ったりですとか、もうカラフルなドレス着たりですとか、ものすごい長尺のセリフをわーっと喋るみたいな、本当にこう CM を通していろんな方法を用いてこう DIC の素晴らしさをこう伝えてこれたかなと思うんですけど、これからはもうワンランクこう進歩した新しい伝える方法があるのかなと今日の撮影からも感じたので、私もブラッシュアップして撮影に挑んでいきたいなと思ってとても意気込んでおります。私の個人的なお仕事だと、やっぱりその年相応の役をこうやっていけるようになりたいなと思うので、大人な女性としていいパフォーマンスをしていきたいなと思っております。まあ、なんかその年代その年代で多分思うところって全然違うと思うので、まあ、ちゃんと気持ちに寄り添った作品に寄り添った役者でいたいなと思っています。冬は私は割とインドアになってしまうので、極力あったかいお家でぬくぬく過ごしたいですけど、みかんがもうめちゃくちゃ大好きで毎年箱で買うんですけど、今年も箱で買ってまあ、こたつとかで、まあ、こたつちょっとうちないんで、何ですかね、床暖房とあったかい毛布に包まれて、美味しいスイーツとか、まあ、美味しいみかんとか食べながら漫画でも読んでゆったり過ごしたいです寒いのが冬生まれのくせにすっごいあんま得意ではなくて、なので、まあ、できるだけ室内で、なんで今日も嬉しいです真冬のね、撮影の時とかいいですよね。極寒の時とかにもこう寒い景色を映していただいて撮影したいです。私は、まあ、昔からなんですけど、家で植物をすごいたくさん育てていて、毎年こう株がどんどん増えていくんですけど、ずっと育ててたレモンが先日ちょっと枯れてしまいまして、その子の蘇生を今めちゃくちゃ頑張ってます。なんで弱った植物を再生するっていうのをちょっと今は重点的に、お家帰ったらちょこちょこお手入れして、まあ、楽しむっていうよりなんか育てるみたいに近いんですけど、なんとか元気になってくれと願いながら今家の子たちと向き合ってます。なんか CM の中でも今日も一緒にこうやって対峙してましたけど、割とこう感情移入しやすかったりするので、もう今はちょっと家族の一員みたいな感じになっています。やっぱ弱ったり悩んだ時こそすごいバカ力を発揮して、無理やり力技で気持ちを起こすといいますか、なんか割と気の持ちようかなと思うことが年々年を重ねて感じることが増えてきたので、弱った時こそあえて元気に、悩んだ時こそ絶対大丈夫だと思い込んで根性論で乗り越えてます運動も大好きで、最近ピラティスとかにもハマってるんですけど、運動しに行くまでが割と悩んだりとか弱ってる時ってこう気持ちを起こすのが大変だと思うので、もうそこは自分はアスリートばりにメンタルも強いぞと思い込んでガッと外に出る、とにかく、まあ、ちょっと寒いのは苦手ですけど、冬はあれですけど、できるだけ外に気持ちを押し出すように、心をなんていうんですか、健やかに保つようにしてます。今年もですね、新しい新 CM を DIC 岡里帆として、撮らせていただきました。この映像 CM を見ていただきますとすごく自然な映像だと思うんですけど、実はものすごい技術が使われているんだぞというところに、注目していただけたらなと思っています。ありがとうございます。それではこれでインタビューは以上になります。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。おお本当にすごいですよね。嘘みたい。